ペントミニアムはアラブ首長国連邦ドバイに建設中の超高層ビルである。2024年完成予定であったが、ペントミニアムとはペントハウスとコンドミニアムのカバン語である。ドバイの不動産会社トライデンとインターナショナルホールディングスが計画し、ロンドンに本社を置く建設会社、アイダスアーキテクツ社が建築を手掛ける超高層レジデンス。 高さは516メートルで、地上122階建てである。現時点では、世界で、最も高層にある住居となる。ペントハウスは1フロア一室で、各ペントハウスの専有面積は、約604.5から697.5平米。居住空間のほか、101階には、スカイラウンジ、ビジネスセンター、シガーラウンジを設置する。 最上階の24レジデンスのインテリアは、サルバトー・レフェラガモが担当する。ペントミニアムが建つのは、ドバイのドバイマリーナ地区で、ドバイで唯一ペルシア湾に面し、市街地とビーチリゾートの二面性を持つため、ドバイでも特に人気の高い地区として知られている。2010年に開港に向け建設が進む、新空港ジュベル、アリ国際空港にや、フリーゾーン地区も、至近距離にあり、 ペルシアンに浮かぶ人口の島、パームアイランドも望める、素晴らしい眺望が広がる。ありがとうございます。